やあ、みなさん、こんにちは、ナクリスでーす。なんで声かれてんの？わかるでしょ、あなた。私がこの T シャツを着てるってことわかるでしょ。レディーガガのライブに昨日行って、それで私は大興奮しすぎてですね、こんな声になってるんです。やばくない？あってびっくりしたの。スナックのママ感半端ないから、どうしよう明日。一生忘れなんだけど。中リスです。よろしくお願いしますって明日言わなきゃいけないんだけど。マヌカハニーを、田中みな実さんみたいにラーメンを。はい、ということで皆様、今日はユニバーサルハリウッドとユニバーサルオーランドで買った、爆買い動画ですね。それで謎にですね、ここにいっぱい映ってるものあるんですけども、これは、気にしないでください。部屋を片付けるのがめんどくさかったっていう感じでですね、今日はこのスタイルでお届けいたします。そして今日はマスちゃんとレイちゃんもご参加いただけるということでよろしくお願いします。ナスちゃんはですね、ただ私の家にね、荷物を取りに来ただけなんですね。それでですね、ナスちゃんが、今もうさ、YouTube 撮っちゃいなよみたいな感じで、撮ろうと思ってなかったんですよ、今日、YouTube。ということでですね、今日の爆買いなんですけども、私の感じからすると、ちょっと爆には行ってないよね、これ。わかる？今までの爆より、ちょっとね、ボリュームが少ないの。それはなぜかと言いますと。だって本当ハリウッドが先に行ったじゃん。そう、ハリウッドが先行って、その次にオーランドだったから。で、ほら、荷物いっぱいにできないからって言って、オーランドで買おうとしてたんでしょ？そうよ。そう、そういうこと。でもね、これはみんなにね、警告しときたいの。ユニバーサルのオーランドに行く人は、ビザとダイナース使えません。金なしよ、この女。マジで、一日不機嫌だった。あの時の私の状況を皆さん、ちょっと話してもらっていいですか？とりあえず、私何も買わない。アイスを食べないです。この私がアイスを食べなかったの？みんな買ってるのに私は我慢したの。だって、人のお金でアイスを食べなきゃいけないってことになるから。そんなの許せないじゃん。心よく食べれないでしょ。わかる？この気持ち。わかったよ、一日。ガン下がりだったもんね、テンション。ガン下がり。オーランドにユニバーサルって結構な絶叫アトラクションがあるわけよ。朝一なんか、ハルクのすげえやつに乗らされたわけ。もうぶん回す。もうテンションガン下がりでぶん回されたからね、私。マジでいろんな方法を試したの、お金。もうその場でめっちゃめっちゃ私は試したけども、全然使えなくて最後の最後スコールに打たれて、バレンシアガの靴はズブ濡れになり、で半乾きで臭くなり、ニューヨークでも全然匂いが落ちなくて、バレンシアガの靴が。無理呪われてたよ。最悪な一日だった。っていう時の爆買いなので、そんなに大したことないです。はい、まず一つ目に買ったのはですね、すごく一つ目からぶっ飛ばしで可愛いですよ、ということで。こちらでございます。ご覧ください。可愛くない？可愛い。ET のただのスウェットです。このね、カラーバリエーションが可愛いでしょ？カラーバリエーションじゃなくてカラーが。見て、このベイビーピンクちゃんとなんかベイビーブルーみたいな感じでさ、すごい本当にさ、ブリッコカラーですごい可愛いんだけどさ、これがね、まさかのね、一番大きいね、3XL しかね、残ってなかったわけ。だけど、私は 3XL が大好きなんですね。しかもね、しっかりね、見て、裏肝になってるの。これね、一回着たら、ちょっと毛玉なじ。ちょっと、ちゃんとネットに入れたりとかして、丁寧に洗わないと、なんか若干この辺とかさ、わかる？毛玉とかになりそうなタイプ。レディーガガの上から ET を切るの？マジ？でもすごい。あったかいよ。かわいいよ。大きい。大きくて。いいね。あ、でも意外と普通に。うわ、RE の。ねえ。ドラえもんみたい。ねえ、それさ、褒め言葉？はい、ドラえもんみたいだよね。ドラえもんとドラミのハーフって感じじゃないこれ。っていう感じでね、なんか RE がすごくさ、合ってるよね、これ。下の。なんかセットで売ってるみたいな感じの感覚で。これはね、多分オーランドで売ってた。だってオーランドに ET の乗り物あったじゃん、ちゃんと。でさ、そこでさ、名前を呼んでもらえるわけ、ET から。わかる？私、全然聞き取れなくてさ、ET が、いやー、レイナーってだけ。マジで似てんじゃん、レイちゃん。ET 超可愛かった。これはいくらだったっけ、ナスちゃん？54ドル。それぐらい、絶対。55とか。でもさ、ナスちゃんよく考えて。
円安ね、今多分7,000円、8,000円ぐらい。だからそれを私たちは5000円ぐらいだと勘違いしていっぱい買ってたでしょ。楽しい、楽しいよね。で今ちょっと計算してる、れいちゃん。55ドル、7,000円。ああやばいね。もう嫌だし、痛くないんだけど。しろ、現実を受け止めよう。え、明細とかちゃんと見てる、マシちゃん。来てたよ、普通に3桁言ってたから。ねえ、言ってたこと3桁言ってた。私だって最後とどめ食らったねえ。私も怖いわ、見るの明細。そういう感じのアメリカンドリームから覚めた現実日本っていう感じですけども、どんどんいきますね。ということで次はですね、こちらの ET シリーズまたありました。こちらのセットアップを買ってるんですね。やっぱ ET 超かわいい。 ET シリーズ、これパジャマですね。こういう、見て超かわいいじゃん。しかもこれセットアップのさ、この下のさ、見てちょっとこう細めの、見ていろんな ET がついてるの。何ドルだったのこれは。絶対上下で100ドル言ってたよ。嘘だ、言ってた。高級パジャマ、すごい。ジェラートピキ声だよこれ。すごい。いい夢見れそう、それで。次はですね、私、待って、なんで2個あるの。待って、返して、返してってなっちゃうやつじゃんこれ。もう返してじゃなくて、取ってちゃんと。 L じゃんこれ。ああ、もう私もじゃん。ねえ、まあ着て帰ろ。 M じゃん、着て帰ろじゃん。次はですね、私ね、すっごい大好きなやつがあるんですね。これはね、昔スタイルブックを LA で撮影した時に、最終日にちょっとフリータイムがあって、ユニバーサル行こうみたいな話をナスちゃんとしてたんですよね。その時にナスちゃんがですね、その前日からすげえ具合が悪くなって、打ち上げにも来れず、次の日朝から病院に行き、ケツにでかい注射をぶち込まれてめっちゃ元気になって帰ってきて、ねえ、何ぶち込まれたのっていう。あんだけ具合悪かったのに、そっこう元気になって、病み上がりでユニバーサルに行った思い出があるんですね。その時に買って同じ柄のショートパンツ、前はさロングパンツしかなかったじゃん。ロングロング。だけどショートパンツがあったから、うわこれ絶対買うと思って買った、シンプソンズのパジャマです。可愛いですよねこれ。しかも私たちが何年前だっけ、あれ行ったの、もう5年近いよね。うん、5年近く前に行ったのに、こうやって変わらず、小谷さん山になった今。見えない見えない。ごめんね、ごめんごめん。なんで触ると怒るの、なんなの。ということでこちらを買いました。あの時ヤバかったね、ナスちゃん。ナスちゃん本当にさ、マジでヤバくて、あの時からちょっと頭がおかしくて。だってさ、頭がさおかしくないってさ、朝からさ病院行った人がその日にさユニバーサルに行ってさ、ジュラシックワールド乗る、乗るよ、キャーとか言ってボーンとか言って乗ってんの、ヤバいから。普通にいい思い出ということで、ケツに何をぶち込まれたのかは知りませんけども、とりあえず次に行きます。次もシンプソンズのこちらです。こちらの可愛くない、すごい大集合じゃん。大集合なの。しかも大大と言ったら私じゃない、やっぱり。可愛いね、うん、可愛い、すげえ派手な、いとこまでいる、いとこはとこで全部いる、うん、隣の警察官みたいなのまでいる、すごい、うん、いくらだったんだろう。 38.99。 あー、じゃあ5000円だね。これってさ、染めてる？染めてるね。じゃあ安いと思う。うん、そう。プリントじゃないよね、これ絶対。裏も染みてるもん。次はですね、またタイダイです。すごいタイダイさ、ユニバーサル好きじゃない？でもこれ超可愛いよ。可愛い。これ絶対日本には売ってない。しかも見て、ハリウッドって。これね、ユニバーサルオーランドにも売ってたわけ。オーランドって書いてあって。だけど、ねえ、振らないで。クレジットカードの話を。本当に、次行った時は、全メーカーのクレジットカードを契約してから行くから。ごめんけど。で、手裏剣スタイルで、ナスちゃんの。マジで胸に刻んだわ。多分こちらもね、さっきの38ドルぐらいだったと思うので、5000円ぐらいですね。本当に高い。それでですね、ユニバーサルでお土産ロードみたいなのがあって、そこでですね、日本のアニメショップみたいなのがあって、なぜか日本のアニメをユニバーサルに行ったけど、ちょっと爆買いしてしまったっていう、それをご紹介します。はい、ご覧ください。ユニバーサルスタジオハリウッドで買ったセーラームーンの T シャツでございます。ここのね、店はね、そんなに高くなかった。それいくら？いくらだったっけ？これね、それぐらい、そうです。でもなんか色が可愛いね、それ。可愛いでしょ、うん、セーラームーンがピースしてるの。レディーガガも昨日ピースしてたね。思い出す、本当に。次は最善頑張ろう。絶対最善頑張ろう。ということで次ですね、次も見て、こちらも買ったの、可愛い T
でしょ。可愛い。ねえ、どれ派だった？タキシード仮面。嘘でしょ。だからここから選んでよ、どれ。絶対セーラームーンにツインテール。マジで？違うか？違うよ。誰だと思う？当てる。緑。違う。え？私黒髪。違う。水色？水色。びっくりでしょ、私水色だったの。ごめんけど一番優等生が水色じゃん。だってその時から何も手狙ってた感じ。ねえ違うよ、その時からじゃなくて。やだー、私お姉ちゃんは黒髪のイメージだったの。うそ、なんかお姉ちゃんっぽい。それ気が強いからじゃん。ねえなんだっけ水色の名前。ナミちゃん。え誰。セーラームーン、マーズ、ジュピターはどれ。緑。マーキュリーは黄色でしょ。マーキュリーは黄色か。うん。え、じゃあで、なんだっけ青。マキアート。え、待って、スタバ。スタバ。それマキアート死ぬ。マキアートは死ぬ。マーキュリー。マーキュリーがブルーだった。え、じゃあ何、黄色は誰。レベッカ。ねえ、おかしい。え、シアターだって。あ、シアターだ、シアター。え、シアター。あ、ごめん。え、シアター。え、絶対シアターなんかいないんだけど。ビーナス。ねえ、本当に。ねえ、うちらも語れないよ。うちら何なの。年齢偽装してる、もしかして。ダメ、もう着る資格なし。マジ何なの、売ってきてじゃないから。ということでですね、次はですね、日本のまたこちらです。可愛くない？最高。もののけ姫。何？シール？フェイバリットって書いてある。多分これもね、同じ値段です。可愛くない？最高じゃん。私本当にもののけ姫がね、ジブリの中で一番好きなの。実写化したらマジでやりたい。やる？この役。だけど絶対若手のね、駆け出しの女優がやる、この役は。絶対。私みたいな。エボシ、エボシ。エボシってなんだっけ？見てじゃん、アイドルの敵のさ。うん。え、あの女？そう、あの女。え、あれがいい。持ってくるよ、絶対。あれぐらいの年齢じゃない。でもそうそう、エボシエボシ、あの片腕なくなるよね最後。そう、片腕なくなって髪黒髪。あー無理。ウィッグだったらやる。いいね、エボシちょっとやろうか。はい、次はですね、そこのまたアニメショップで、こちらのストレンジャーシングスのやつを買いました。可愛いでしょ、見て。あ、マスちゃん見てないんだ。見てないけど知ってる。こっちまでは人からも全部あらすじ聞いてる。怖いから見れない。なんで見れないの。全然怖くないよね。だってさ、ナスちゃんにね、前ね、死刑に至る病っていうさ、映画をさ、え、見に行こうよみたいな感じで誘ったらさ、え、怖いから絶対無理ってさ、断られてさ、絶対でもさ、安倍さんあれだよ、あれみたいな感じでオチを言ってさ、帰って行ってさ、それでその後レイちゃんと見に行ったらさ、マジでそのオチでさ、なんでナスちゃん知ってんのみたいな感じになったよね。適当に言っただけだよ。適当に言っただけで、なんか当ててた、普通に。すごい、予知能力。はい、ということです。これは、L ですね。似てるって言われてたよね、超能力。似てんのこれ。本当にね、もうこういう感じでさ、クレジットカードをさ、時期を全部バーンってしてさ、マスターカードに変えたかったな。くそー、マジで。パワーのない中にさ、なかなか見れない、ね、なかなか見れないよ。クレジットカードを取り上げたあの中にさはマジでパワーがない。次はその問題になったね、オーランドでの買い物です。キティちゃんのナップサック、これだけで。え、本当に死ぬだったっけ。本当だよ、これだけで。全てを吸い取られたの、うん、じゃあオーランドの家場にはただスコールに打たれるただけ。そうなの。本当にそれだから。俺も私無理やり買わせたもん。そう、ずっとだってお土産屋に行ってさ、うん、全部周り見渡して半額状態の顔でお土産屋ずっと回っててさ、私と一緒にそのキティちゃんゾーンに行ってさ、私が手に持ってた可愛いって半額状態で、ま、貧しい子じゃん。そうだって、可愛いいいなぁ、レイちゃん買うのとか言ってさ、だからこれがね、そう、お金を借りて買いました。借金して買ったのよこれ。すぐ返すんだからさ。あ、ほら借金したからちゃんとさ、お金ついてるよ。 21.95 ということでこれだけです。オーランドで買ったのは私。全然バクじゃないだろう、これ見たらみんな。そういうことが起きたんです、私たちのお土産話。もっともっとね、お土産話あるんですよ、私たちのね。また反省会をしましょうね。私たち次はじゃあどこの国をターゲットにするか、ターゲットにするか、あのちょっと企画会議をいたしましょうね。ということで皆さん、今日の動画を見てくださってありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。そしてインスタグラムとツイッターやってらっしゃる写真をお願いします。そしてグッドボタンもお願いします。
はい、ということで私はこの声を次までに直しておきますので、皆様次の動画でお会いしましょう。中リサでした。リサでした。リちゃんでした。バイバイ。